はい、こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、まあ、初学者、まあ、初めて、勉強を始める方、法律の勉強をする方について、なぜテキストを読んだ後に問題を解いても解けないのか、もうこれについてお伝えをいたします。これ私実際こうだったんですよ。はじめに、参考書とかを書店で買ってきて、市販の教材買ってきて、まあ、テキストを読んで、まあ、小テストだったりとか過去問を解こうと思って解いてみるんですね。で、さっきやった内容にもかかわらず問題が解けないんですよ。これがずっと続いたんですね。で、これなんでなんだろうってずっと思ってたんですけども、まあ、その時はそんなに気にしていなかったんですね。ただ最近ホームページをご覧いただいているお客様から、まあ、このようなご質問いただいたので、まあ、再度ちょっと自分自身で考えてみたんですね。で、原因って何だろうかって思った時に、まあ、大きく分けると2つあるかなって思いました。まず1つ目が出題のされ方が分かっていないっていう話なんですね。どのように出題されるのか、どのような聞き方をされるのか、そういったところを全く確認せずにテキストを読んでいるわけなので、どの部分をどうやって頭に入れていったらいいかわからない状況でテキストを読んでいるわけですよ。そうするとテキストを読んだとしても、やはり問題は解けないんですよね。問題ってテキストの書き方とは違う書き方がされているんですね。まあ、もっと言うと、問題文の状況があって、質問内容がある。二つの要素が含まれているんです。で、これを自分自身で切り分けて、まず問題文の状況はどうなっているのかを確認して、で、何を質問されているのかを確認する。で、その後、あ、こういった状況であれば、このルールを使えばいいんだなって適用していく。で、答えを導くっていう作業を行っていくわけなんですけども、テキストだけ読んでいるだけだったら、こういったことを考えずにテキストを読んでいるわけなので、やはり使えない知識なんですよね。なので、対応策としてどんなことが挙げられるかっていうと、問題文をまず確認をして、どういった出題のされ方なのかを確認する。まあ、具体的には問題文の状況ってどういう状況なんだろう。質問内容ってどんなんなんだろう。何を質問されているんだろう。っていうのを確認した上でテキストを読んでみて、あ、この部分って、あ、この問題に関する内容だな。で、この問題を特にはどこを頭に入れなきゃいけないんだろうみたいな感じで読んでいくと効果的な勉強ができます。まあ、具体的なその問題文の理解の仕方とか質問内容の理解の仕方については、申し訳ございません、個別指導で、お伝えをする内容になります。個別指導のノウハウになるのでちょっと無料ではお伝えできないんですけども、まあ、独学とか、まあ、予備校生とか通信講座通っている方については、まあ、自分自身で考えながら、まあ、やっていくといった流れになります。ただこの問題文の理解と質問内容の理解に焦点を当てた勉強をしていくと、勉強したら勉強した分だけ点数が伸びてきますんで、ぜひそのような勉強をしてみてください。意識するだけで全然違うんですね。多くの人がこれ意識してないんですよ。問題文の理解、質問内容の理解って意識せずに勉強してるんですね。つまり単に問題読んで、解説読んで、あ、わかんなかった、解説を覚えよう。で、復習したら、もう大体問題文の内容と質問内容、大体覚えてるので、ああ、こうだったら解けちゃうんですよ。復習したら解けるようになる。でも、実際本試験っていうのは初めて見る問題なので、初めて見る問題で自分自身で問題文を理解して、何を質問されているのかを確認する。これができないと点数に結びつかないんですよね。だから日頃の勉強から問題文の理解と質問内容の理解をしっかりやっていくってことが重要だっていう話です。で、二つ目。ルール。まあ、いわゆるポイントですね。これの使い方が分かっていないっていう話です。これっていうのはテキストしか読んでいなくて、問題を解いていないわけなので、テキストで読んだ内容を、じゃあ実際問題でどうやって活用していくのかが分からない状況なんですよ。テキストを読んだ段階では。だから問題が解けないんですね。だから対応策としては、はじめにもお伝えをした通り、問題を先に確認しておくってことが一つですね。で、もう一つっていうのは、ちょっと難しい話になるんですけども、要件と効果はセットで覚えていくって話なんです。要件と効果って何かっていうと、まあ、要件っていうのは、何々と言った場合とか何々であればっていう、まあ、要件ですね。そういった場合にどうなるのか、また何ができるのか、こういったものって実はセットで覚えていかないと全然使えないんですね。ちょっとこれ具体例出します。第三者詐欺とかにしましょうか。これすごく簡単な事例です。例えば私が土地を持っていました。で、第三者から詐欺を受けました。騙されて、私はこの土地をあなたに売っちゃいました。この状況では、私が本人、騙された本人で、
あなたは相手方って言います。で、詐欺をした、騙した、私を騙したこの人は第三者なんですね。で、こういった場合、あなたが善意無過失であれば、私は取り消しすることができません。つまり、あなたが私が詐欺を受けた事実を過失なく、全く何の落ち度もなく知らないといった状況だったら、私は取り消しできないんですね。これはセットで覚えていかなきゃいけないんです。今の状況、要件、これと取り消しができないっていう効果、これはセットなんですよ。片方だけ覚えても意味がないんですね。これは比較的簡単な事例なんで当然だと思うんですけれども、これどんどん内容が難しくなってくると、これができなくなってくるんですよ。だからこういう条件、こういった状況、こういった場合だからこれができるんだ。まあできるだけじゃなくて、これができないでもいいですよ。まあそのように頭に入れていくんですね。で、あとここに書いてある何々となるっていう事例で言うと、例えば、意思無能力者が行った行為っていうのは無効なんですね。意思無能力者っていうのは、例えば、まあ幼稚園児とか、幼稚園児とかっていうのは、自分が何か行動を行った時の結果っていうのがわからないんですよ。例えば、ちっちゃなね、幼稚園児のお父様、お母様がお亡くなりになっちゃった。そうすると、相続でお父さんやお母さんの不動産を相続する場合があるんですね。もうちっちゃなお子さんであったとしても。で、そのお子さんが売買契約書にサインをしましたと。サインをしたとしても、その幼稚園児って、そのサインをすることによって、どういった結果がもたらされるのか。つまり、相続した不動産を売らなければいけない。これ分からないわけなんですよ。そういった場合は、無効となるっていう効果があるんですね。これも、意思無能力者が行った行為、法律行為は無効だ。これセットなんですよね。これはすごく短い文だから、先ほどもお伝えした通り、すごく分かりやすいです。わかりやすいけれども、ちゃんとこうやって分けてセットで頭に入れていくってことを意識しながら勉強していくと、すごく勉強の効果が高まりますので、ぜひこういった部分も意識しながら勉強していただければと思います。今回言った内容っていうのは、すごく簡単な内容なんですね。意識するだけでいいんですよ。意識するだけでいいんですけども、大体この動画を聞いた多くの方がこれ意識せずに、これまでと同じような勉強の仕方で勉強してしまうんですね。これ人はもう習慣できる動物なんで、これまでの勉強の仕方を変えるっていうことがね、すごく難しいんですよ。つまりこの動画を見た後に、質問内容の理解と、問題文の理解、これちゃんとやんなきゃいけないな。要件と効果、どういった場合にどうなるのか、どういった場合に何ができるのか、また何ができないのか、こういったものはセットで覚えなきゃいけないな。これを意識して勉強しよう。って思ったとしても、じゃあ実際問題を解いたりとかした時に、それやらないんですよ。忘れちゃっている。これまでと同じように、普通に問題文読んで、解説読んで、あ、解けた、解けなかった、解けなかったから、もう一回解説読み直そう。みたいな感じで、これまでと同じような勉強になっちゃうんですね。そうなってくると、結果は同じになりますので、ぜひ意識的に勉強の仕方を変えていきましょう。で、もし自分自身で変えることが難しいって方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では今回言ったような意識しなければいけないことなどつどつどお伝えをしながら勉強を進めていっていただけるので、非効率な勉強から効率的な勉強に変えることができます。なので無駄な勉強をしたくない、一発で合格したい、次の試験で絶対合格したいって方はぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。あなたの受講をお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。